行われます。日本のプロボクシング史上8回戦でのデビューというのは39年ぶりになります。井上尚弥です。大注目、満員の後楽園ホールです。頂点へ駆け上がるための大事なその一歩、井上のその一歩を示すゴングが鳴り響きました。赤いグローブ、赤いトランクスに白のベルトラインがデビュー戦、高校アマチュア7冠の井上、いきなり速い左の重い、もうジャブかストレートかわからないようなパンチを打っていきました。青のグローブは対戦相手、フィリピンのミニマム級ナショナルチャンピオン、フィリソン・オマヤオです。大きく右左と振っていきます。さあ八重垣さん、はい、改めてこの井上の良さですね、はい、どういったところを挙げられますか。そうですね、やっぱり全てにおいて高いレベルで、全てが装備されているということですね、はい、大橋会長も、もう万能型なんだって話しますよね。そうですね、足を使ってもいけるし、はい、接近戦でも強いパンチを打てますからね、様子をしっかりと見ていきます。大注目の中で迎えたこのデビュー戦です。落ち着いてますね、いや本当に佐藤さん、デビュー戦とは思えない表情、はい、そして動きではないですか。そうですね、非常に落ち着いてますね、でパンチもスピードがあって非常にコンパクトですね、はい、いいでしょう、はい、どんな状況でも高い集中力を持ってやること、そして自分のボクシングというのは今日は皆さんに見てもらえばいいと話しています。得意の左フックは浅かったか、空を切ります。左ジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を向けてしまいました。お前らです、右の溝落ちあたりのストレートボディ、これでダウンを取りました。まだ半分も経っていません、1ラウンド。いや八重樫さん、これが重いパンチ。そうですね、左のジャブを突いていきます。冷静です井上、ワンツー、もう一度追い込んでいきます。右で倒すことも多いけれども、もう一つグッと力が入るのは僕は左のパンチですと話しています。あ、完全に見切っている、この距離感です。右のボディがもう一度打ちました、ワンツー、飛び込んできたところを左フックで返していきます。左ボディ、いや左ボディを打ってからのスウェーも非常に佐藤さん上手かったですね今。そうですね、非常に目もいいですね。右のフック、よろめいたお前よ、しかしまだいかないか、冷静に見ていきます。井上です。いや非常に八重樫さんリラックスしてますね。そうですね、もう楽しんでますね。ワンツーです、左下からアッパー気味に当てがっていきました井上です。ここもしっかりとブロックしています。お父さんである慎吾トレーナーから手ほどきを受けましたこの井上尚弥、ディフェンスを徹底的にもう小さい頃から仕込んできたんだという話をトレーナーの慎吾さんもしています。ですから八重樫さん、このディフェンスのところも見てもらいたいですよね。そうですね、やっぱり目もいいし、足も使えるんでね、はい、ディフェンス技術も高いですね。自分のスタイルは打たせないで打っていくこと、こう話します。そして自分の距離感で戦うことなんだと話します。右のストレートが伸びました、右のアッパーが左、佐藤さん止まりませんね、はい、そうですね、ここで第1ラウンド終了です。1ラウンド中盤のダウンシーンです。右のストマックに持っていって、このオマヤオが思わず背中を向けてしまいました。そして最後はこの井上の右、このショートの服が当たっています。相手をよろめかせました八重樫さん、はい、先ほどラウンド間の表情を見てますと、これぐらいやって当たり前だというような表情されてましたが、そうですね、はい、いやただ、ね、目が離せないですよね。そうですね。さあそして佐藤さん、はい、このパンチは一発で井上終わらないんですね。そうですね、右のショートフックカウンター、まあ、手数もありますし、パンチがコンパクトですね、はい、スピードだけじゃなくパワーもあって、あ、ここでまたプレスを強めました井上です。非常にバランスのいいボクシングですね、はい、軸がぶれないですよね。そうですね、はい、ここはフェイントを一つ入れて左のジャブ、これもしなるようなジャブを打っていきます井上。やっぱり軸がぶれないんで次にすぐつなげられますよね、はい、左のボディです。日本最短での世界ダッシュを狙っていますこの井上。大橋会長はそれを上回る3戦目、もう世界記録も狙わせたいんだという話はしていますが、今の末も美しい、まあ、それぐらいの力は八重樫さんあるということなんですか。そうですね、左のジャブを伸ばします。ちょっとお前をどう手を出していいのかわからないという状況になってきます。左のバディ空を切ります、右を伸ばしていきました井上、右ボディから左ボディ、
新田さん、はい、赤コーナーの井上サイドですが、大橋会長最高という出だしの一言ですね、それから慎吾トレーナーは上下にもう少し散らしていくといいという指示を送っています。八重樫さん、立ち上がりとしてはやはり最高ですか。そうですね、最高ですね、はい、ここも距離感十分です。バランスが本当にいいですね、どんな体勢でも強いパンチも打てますし、はい、やっぱり避けることもできるんで、バランス感覚っていうのはやっぱり一番抜けてますね、打った後そしてディフェンスに入った後がずれないんですよね。そうですね、お前はなんか今こうずれるのがよくわかるんですけども、はい、右から左追い込んでいきます。左のショートに当たった。ここで打ち合います。左得意のショートフック、井上の得意の左のショートフック、お前はもう左を返した。シャニムにお前はもう打っていきます。相手に対しても冷静に対処しますね、いや、そして佐藤さん、この絶妙な距離感ですね、はい、そうですね、やっぱり目がいいですね、はい、距離の取り方もうまいですね、はい、自分の距離で戦ってますね、はい、自分の距離感を持って、ここも一瞬右が行きかけましたが、やめて左のアッパーで起こして右左取っていきます。ここはショルダーブロック、冷静に対応していきます。アマチュア7冠、高校生では史上初の記録を引き下げてきています。完成度の高さを非常にうかがわせるこの井上、フィリピンのナショナルチャンピオンを相手にデビュー戦を迎えています。しかし圧倒している。この左スベー浅くにしました。左のジャブを突きます。井上が左にアッパー、もう一度左です。ここもしっかりと外していきます。なかなか矢口さん、相手のパンチを芯で当てさせませんね。そうですね、状態が本当に柔らかいんで、はい、当たらないですね、本当自慢のディフェンスシーンご覧いただきましょう。綺麗なこのスウェーバック、とにかく慎吾トレーナーから徹底的に教え込まれたこのディフェンス技術、そして中盤の外してからの打ち込みです。全部内側から打っていきます。小さなパンチもしっかりと打ち込めますこの井上です。注目のデビュー戦です。アマチュアではロンドンオリンピックも目指しましたが、4月の予選を兼ねたアジア選手権決勝で僅差判定負け、まあ、その悔しい思いもあって、もうあの屈辱は二度と味わいたくない、そういった中でこのプロのリングに立っています。一つでも負けたら終わりだと思っている、その気持ちで世界まで行きますよと話していますこの井上です。目標はその階級で無敵の王者になること、防衛に防衛を重ねて、同じライトフライのあの具志堅用高さんの13度の防衛記録も塗り替えたいと話しています井上です。まあ、しかし佐藤さん、はい、本当に期待してしまう逸材ですね、これは。そうですね、エミヤパー、いや、素晴らしいボクシングですね、はい、もうスピードもパワーもあり、テクニックもあり、非常にバランスがいいですね、はい、ここもしっかりとガードを固めて打たせる隙を作っていきません。かわして左、これも右、小さなショートフックまでかわしています井上です。完全に見えています、左のジャブ、もう一度ジャブ打っていきます。打たせないで打つのが自分の身長と話しています。これも外した、右ボディ、パンチが乗ってますね、音が本当にこの階級ではないような音が矢口さんしますね。そうですね、右ボディです。多彩な攻撃を持っています。ミラパが左ボディ、今度は左ボディ、スウェーからショルダーブロックをして攻撃につなげていこうというこの井上です。スウェーからの右アッパーっていうコンビネーションがやっぱり普通の人にはできない攻撃ですね。なるほど、できないというのはそのどうしてもバランスが崩れてしまうので、右ストレートとかだったら分かるんですけど、スウェーの後に右アッパーを持ってくるというのは感覚的に本当にバランスが良くなくてできない攻撃ですね、その辺りのジャブ、ステップ、軸というのをとにかく小学校1年生から始めたボクシング、徹底してお父さんに教え込まれましたとこの井上は話しています。すべてはやはり攻撃よりも前にこのディフェンス、打つことよりもまず守ることから教えていったと慎吾トレーナーも話しています。ここも合わせていきます、今のように右のアッパーですね。そうですね、ドンピシャですね、今のはしかも一歩バックステップをするように呼び込んでから右のアッパー打ってきました。お、今の相手の左に対しても
今度はスリッピングアウェイで逃していきました。ミールボディ的確に相手を捉えていき、そして的確に相手の攻撃を外していきます。井上です。異例の8回戦でのデビューとなっているこの井上、第3ラウンドが終わりました。共にいるオリンピックを目指して一緒に汗を流したこの井上です。3ラウンド序盤のこの井上の右アッパーからディフェンス、完全に相手の動きを見切っています。デビュー戦に向けては約110ラウンドのスパーリングも行ってきました。その相手というのがまた八重樫さん驚きで、当然八重樫さんともやってますし、世界ランカー、現役の世界ランカー、あるいは、ね、日本チャンピオン、はい、東洋太平洋のランカーとバンバンやったんですよね。そうですね、まあ、全然実力は本当は申し分ないんで、はいはい、それでも分のいいスパーをするんで、ね、すごいなと思うんですけど、しかもこのライトフライよりも上の階級の選手とも戦って、まあ、ほぼ互角といった戦いもしています。スパーリングでは世界ランカー相手に14オンスのグローブつけてダウンを奪ってましたからね。そうですね、おっと右を当ててきました。オマヤオの起死回生の一発、わずかに井上の顎を捉えました。オマヤオ選手もタフですね。オマヤオも、まあ、ナショナルチャンピオン侮れない相手です。新田さん、はい、赤コーナー井上サイドなんですが、父親の慎吾トレーナーやはりお前青の攻撃軽視してはいませんね、うん、もらうなということで余裕を持つな、もう少し集中していこうと激を飛ばしています。はい、慎吾トレーナーはこのデビュー戦についてはとにかくボクシング相手を舐めないで自分のボクシングに徹してもらいたい、集中あるのみなんだという話をしています。直哉が集中をしてくれれば、まあ、自分のボクシングができて、そしてノックアウトもできるだろう、そういう見立ても持っています。左のブローは胸で受けました。このボディーワーク、相手の攻撃をクリーンしてさばいていきます。こういうシーンというのはアマチュアではないですからね。そうですね、ただそういう意味では山内さん対応しているということなんですよ ね。 そうですね、やっぱり僕らみたいなプロの選手とこうやってやってるんで、はい、対応力はありますね。綺麗なボディを打っていきます。そして佐藤さん、本当攻撃が多彩ですね、はい、そうですね、上位での打ち分けも素晴らしいですね。はい、左ボディー倒れ込んだ。これほどないほどの角度で決まりました。これはもう動けないだろう。完璧に決めた。これがデビュー戦井上尚弥、その輝きを遺憾なく発揮しました。フィリピンのナショナルチャンピオン、東洋太平洋のランカーを左ボディ一発で撃沈させました。計り知れない力をやはりこの男は持っています。驚愕のデビューになりました。4ラウンドでのボディでのノックアウト勝ちです。素晴らしく八重樫さん、体重の乗った最後のボディーブローでしたね。大橋会長みたいですね。いやー、前評判とは佐藤さん、たがわぬ試合展開。そうですね、怪物ですね。4ラウンド2分4秒での ノックアウト勝ちです。後楽園ホールのお客さんをそのボクシングで魅了しました。あ、お母さんの美穂さんの姿も見えています。自分が世界チャンピオンになるのはもう家族全員の夢なんだと、その中でここまで毎回高校時代の家族全員が見に来てくれた、そしてお母さんの力が一番大きいんですと話しているこの井上です。ちょっと涙ぐんでいる姿も見えています。さあ、それではそのデビュー戦、会心のデビュー戦となりました井上選手のインタビューです。見事 KO デビューを果たしました井上尚弥選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。今の率直なお気持ちはいかがですか。いや、とりあえず倒すことができて、まあ、よかったんですけど、まあ、前半の課題がすごい残ってしまって、もう練習することばっかです。実際にプロデビュー戦リングに立ってみて感触いかがでしたでしょうか。いや、結構最初からリードも当たって自分のペースで
まあ、ちょっといけてたんで、まあ、いけるかなと思ったんですけど、あとは、まあ、倒し方次第だなと思ってちょっと硬くなってしまいました。でもこれでプロでやっていけるというような手応え掴んだんじゃないですか。いや、まだまだですね。これではもう世界6戦目とか言ってらんないんで、これからもっともっと練習して頑張りたいと思います。今日はロンドンオリンピックに出場された先輩たちも応援に駆けつけてますね。本当に今日は応援来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは今後の目標なども含めて、今日は満員の後楽園ホールになりました。皆様へメッセージをお願いします。いや、この先はもう決められた試合をもう課題に残さず勝っていくことが一番大事だと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。見事4ラウンド KO 勝利、井上尚弥選手でした。どんな状況でも高い集中力を持ってやること、そして自分のボクシングというのは今日は皆さんに見てもらえばいいと話しています。得意の左フックは浅かったか、空を切ります。左のジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を向けてしまいました。オマヤオです。右の溝落ちあたりのストレートボディ、これでダウンを取りました。まだ半分も経っていません、1ラウンド。いや、八重樫さん、これが重いパンチ。そうですね、左のジャブをついていきます。冷静です、井上。ワンツー、もう一度追い込んでいきます。右で倒すことも多いけれども、もう一つグッと力が入るのは僕は左のパンチですと話しています。あ、完全に見切っている。この距離感です。右のボディをもう一度打ちました。ワンツー、飛び込んできたところを左フックで返していきます。左ボディ、いや、左ボディを打ってからのスウェーも非常に佐藤さん上手かったですね。今そうですね、非常に目もいいですね。右のフック、よろめいた、お前よ。しかしまだいかないか、冷静に見ていきます。井上です。いや、非常に八重樫さんリラックスしてますね。ワンツー、そうですね、もう楽しんでますね。ワンツーです。左下からアッパー気味に当てがっていきました、井上です。ここもしっかりとブロックしています。お父さんである慎吾トレーナーから手ほどきを受けました、この井上尚弥。ディフェンスを徹底的にもう小さい頃から仕込んできたんだという話をトレーナーの慎吾さんもしています。ですから八重樫さん、このディフェンスのところも見てもらいたいですよね。そうですね、やっぱり目もいいし、足も使えるんでね、はい、ディフェンス技術も高いですね。自分のスタイルは打たせないで打っていくこと、こう話します。そして自分の距離感で戦うことなんだと話します。右のストレートが伸びました。右のアッパーが左、佐藤さん止まりませんね、はい、そうですね、ここで第1ラウンド終了です。1ラウンド中盤のダウンシーンです。右のストマックに持っていって、このオマヤオが思わず背中を向けてしまいました。そして最後はこの井上の右、このショートの服が当たっています。相手を よろめかせました。八重樫さん、はい、先ほどラウンド間の表情を見てますと、これぐらいやって当たり前だというような表情をされてましたが、そうですね、はい、いや、ただ、ね、目が離せないですよね。そうですね。さあ、そして佐藤さん、はい、このパンチは一発で井上終わらないんですね。そうですね、右のショートフックカウンター、まあ、手数もありますし、パンチがコンパクトですね、はい、スピードだけじゃなくパワーもあって、あ、ここでまたプレスを強めました井上です。非常にバランスのいいボクシングですね、はい、軸がぶれないですよね。そうですね、はい、ここはフェイントを一つ入れて左のジャブ、これもしなるようなジャブを打っていきます。頂点へ駆け上がるための大事なその一歩、井上のその一歩を示すゴングが鳴り響きました。赤いグローブ、赤いトランクスに白のベルトラインがデビュー戦、高校アマチュア7冠の井上、いきなり速い左の重い、もうジャブがストレートかわからないようなパンチを打っていきました。青のグローブは対戦相手、フィリピンのミニマム級ナショナルチャンピオン、フィリソン・オマヤオです。大きく右左と振っていきます。さあ、八重樫さん、はい、改めてこの井上の良さですね、はい、どういったところを挙げられますか。そうですね、やっぱり全てにおいて高いレベルで、全てが装備されているということですね、はい、大橋会長も、もう万能型なんだって話しますよね。そうですね、足を使ってもいけるし、はい、接近戦でも強いパンチを打てますからね、様子をしっかりと見ていきます。大注目の中で迎えたこのデビュー戦です。落ち着いてますね、
いや本当に佐藤さん、デビュー戦とは思えない表情、はい、そして動きではないですか。そうですね、非常に落ち着いてますね、でパンチもスピードがあって非常にコンパクトですね、はい、いいですよ、はい、どんな状況でも高い集中力を持ってやること、そして自分のボクシングというのは今日は皆さんに見てもらえばいいと話しています。得意の左フックは浅かったか、空を切ります。左のジャブから右ボディ、あっとボディが効いた、背中を向けてしまいました、馬山です。右の溝落ちあたりのストレートボディ、これでダウンを取りました。まだ半分も経っていません、1ラウンド。いや八重樫さん、これが重いパンチ。そうですね、左のジャブを突いていきます。冷静です、井上ワンツー、もう一度追い込んでいきます。右で倒すことも多いけれども、もう一つグッと力が入るのは僕は左のパンチですと話しています。あ、完全に見切っているこの距離感です。右のボディがもう一度打ちました、ワンツー、飛び込んできたところを左フックで返していきます。左ボディ、いや左ボディを打ってからのスウェーも非常に佐藤さん上手かったですね今。そうですね、非常に目もいいですね。右のフック、よろめいたお前よ。しかしまだいかないか、冷静に見ていきます。井上です。いや非常に八重樫さんリラックスしてますね。そうですね、もう楽しんでますね。ワンツーです、左下からアッパー気味に当てがっていきました井上です。ここもしっかりとブロックしています。お父さんである慎吾トレーナーから手ほどきを受けましたこの井上尚弥、ディフェンスを徹底的にもう小さい頃から仕込んできたんだという話をトレーナーの慎吾さんもしています。ですから八重樫さん、このディフェンスのところも見てもらいたいですよね。そうですね、やっぱり目もいいし、足も使えるんでね、はい、ディフェンス技術も高いですね。自分のスタイルは打たせないで打って、ミラパが左ボディ、今度は左ボディ、スウェーからショルダーブロックをして攻撃につなげていこうというこの井上です。スウェーからの右アッパーっていうコンビネーションがやっぱり普通の人にはできない攻撃ですね。なるほど、できないというのはそのどうしてもバランスが崩れてしまうので、右ストレートとかだったら分かるんですけど、スウェーの後に右アッパーを持ってくるというのは感覚的に本当にバランスが良くなくてできない攻撃ですね。そのあたりのジャブ、ステップ、軸というのをとにかく小学校1年生から始めたボクシング、徹底してお父さんに教え込まれましたとこの井上は話しています。全てはやはり攻撃よりも前にこのディフェンス、打つことよりもまず守ることから教えていったと慎吾トレーナーも話しています。ここも合わせていきます、今のように右ラッパーですね。そうですね、ドンピシャですね、今のはしかも一歩バックステップをするように呼び込んでから右ラッパー打ってきました。お、今の相手の左に対しても今度はスリッピングアウェイで逃していきました、ミールボディ、的確に相手を捉えていき、そして的確に相手の攻撃を外していきます井上です。異例の8回戦でのデビューとなっているこの井上、第3ラウンドが終わりました。共にいるオリンピックを目指して一緒に汗を流したこの井上です。3ラウンド序盤のこの井上のミニアッパーからディフェンス、完全に相手の動きを見切っています。デビュー戦に向けては約110ラウンドのスパーリングも行ってきました。その相手というのがまた八重樫さん驚きで、当然八重樫さんともやってますし、世界ランカー、現役の世界ランカー、あるいはね日本チャンピオン、東洋太平洋のランカーとバンバンやったんですよね。そうですね、まあ、全然実力は本当は申し分ないんで、はいはい、それでもぶのいいスパーをするんでね、すごいなと思うんですけど、しかもこのライトフライよりも上の階級の選手とも戦って、まあ、ほぼ互角といった戦いもしています。スパーリングでは世界ランカー相手に14オンスのグローブつけてダウンを奪ってましたからね。そうですね、おっと右を当ててきました、オマヤオの起死回生の一発、わずかに井上の顎を捉えました。オマヤオ選手もタフですね、オマヤオも、まあ、ナショナルチャンピオン侮れない相手です。新田さん、はい、赤コーナー井上サイドなんですが、父親の慎吾トレーナーやはりお前青の攻撃軽視してはいませんね、うん、もらうなということで余裕を持つな、もう少し集中していこうと激を飛ばしています、はい、慎吾トレーナーはこのデビュー戦についてはとにかくボクシング相手を舐めないで自分のボクシングに徹してもらいたい、集中あるのみなんだという話をしています。
直哉が集中をしてくれれば、井上直哉、その輝きを遺憾なく発揮しました。フィリピンのナショナルチャンピオン、東洋太平洋のランカーを左ボディ一発で激震させました。計り知れない力をやはりこの男は持っています。驚愕のデビューになりました。4ラウンドでのボディでのノックアウト勝ちです。素晴らしく八重さん、体重の乗った最後のボディーブローでしたね。大橋会長みたいですね。いやー、前評判とは佐藤さん、たがわぬ試合展開。そうですね、怪物ですね。4ラウンド2分4秒でのノックアウト勝ちです。満員の後楽園ホールのお客さんをそのボクシングで魅了しました。お母さんの美穂さんの姿も見えています。自分が世界チャンピオンになるのはもう家族全員の夢なんだと。その中でここまで毎回高校時代の家族全員が見に来てくれた、そしてお母さんの力が一番大きいんですと話しているこの井上です。ちょっと涙ぐんでいる姿も見えています。さあ、それではそのデビュー戦、会心のデビュー戦となりました井上選手のインタビューです。見事 KO デビューを果たしました井上尚弥選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。今の率直なお気持ちはいかがですか？いや、とりあえず倒すことができて、まあ、良かったんですけど、まあ、前半の課題がすごい残ってしまって、もう練習することばっかです。実際にプロデビュー戦リングに立ってみて感触いかがでしたでしょうか？いや、結構最初からリードも当たって自分のペースで、まあ、ちょっといけてたんで、まあ、いけるかなと思ったんですけど、あとは、まあ、倒し方次第だなと思ってちょっと硬くなってしまいました。でもこれでプロでやっていけるというような手応え掴んだんじゃないですか？いや、まだまだですね。これではもう世界6戦目とか言ってらんないんで、これからもっともっと練習して頑張りたいと思います。今日はロンドンオリンピックに出場された先輩たちも応援に駆けつけてますね。本当に今日は応援来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは今後の目標なども含めて、今日は満員の後楽園ホールになりました。皆様へメッセージをお願いします。いや、この先はもう決められた試合をもう課題に残さず